発車します。お聞かせください。最後の都営バスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは明治学院前、品川駅高輪口経由、国道7に品川車庫前行きでございます。次は白金台5丁目、白金台5丁目、老人ホーム、白金の堀前でございます。休暇専門医との皮膚科、医療皮膚科、女性ドクターが担当、八甲園近く、目黒通り沿い、秋吉皮膚科クリニックは、白金台駅前が便利です。お客様にお願いいたします。優先席付近では、携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所では、マナーモードの設定の上、通話はご遠慮ください。次は、白金台5丁目でございます。白金台駅前、白金台駅前、日吉高梅、内科、各種検診、予防接種、腰痛、皮膚、検診、医療皮膚科、白金高の上診療所前でございます。心も体も健康に、白金台、西吉科クリニックは、こちらです。地下鉄が、都営地下鉄北線を利用の方が、ご理解です。次は白金台駅前でございます。発車します。お聞かせください。次は白金小学校前、白金小学校前、一緒5年会前、八甲園前でございます。お客様にお願いいたします。お年寄りやお体の不自由な方、小さなお子様連れや妊婦の方に座席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。次は白金小学校前でございます。発車します。お聞かせください。次は明治学院前、明治学院前でございます。東京都および警視庁からのお願いです。飛行中継が交通渋滞の大きな原因になっています。迷惑駐車はやめて駐車場を利用しましょう。次は明治学院前でございます。次は、グランドクリーンスポット。
バス停にも禁止すれば、電力がかかるようお願いします。